三井アウトレットパーク三井アウトレットパーク大阪鶴見施設内部三井アウトレットパーク大阪鶴見は大阪府大阪市鶴見区に所在するアウトレットモール三井不動産グループが展開する三井アウトレットパークの1号店であるただしオープン当初は施設の名称が異なっていた月下美人をモチーフにした建物が特徴的で大阪鶴見下地方を卸売市場と アウトレットモールからなる複合施設である。大阪府道2号大阪中央環状戦争にある。都市機能の多様なニーズの変貌は、花の卸売市場まで、アミューズメント施設に変身させる。半地下に埋め込まれた1階2階は、花の卸売市場として機能し、3階以上は、月下美人をイメージして作られた自在に開閉する、大屋根のあるアトリウムを中心に、 スヌーピーをテーマとするグッズ、アウトレットショップの並ぶテーマパークとなっている。このアミューズメント施設は花の施設として演出され、また住宅地に立ったこの巨大な施設を環境創造拠点として住民に親しめる空間として演出された。中央にアトリウムのあるショッピングゾーンを中心に周辺の外交部は緑のボリュームにより巨大な建築を包む飛膜であり、また 緑化技術の展示空間でもある。周辺を回遊しながら、テラスガーデン、ロックガーデン、野草、花木と、庭園駐車場の垂直庭園と、様々な庭園を楽しむことができるように、配置されている。散策路は、古色のイタリア三大理石、ちょっとリーが、緩やかにうねり、あるいは広場となり、花と調和するように配置されている。ここに花をテーマとした新しい都市型。 アミューズメント空間が出現した。1.2階は、鶴見柿地方卸売市場3.245階は、アウトレットモールで、ファッション、スポーツ用品、3階には、軽食ショップも入店している。3階中央には、イベントステージがあり、ストリートパフォーマーミュージシャンに広く開放されているほか、各種イベントも展開されている。2008年4月1日より、三井不動産が運営する。 アウトレットモールの名称が三井アウトレットパーク、地域名称に変更、統一されたことに伴い、アウトレット部分が鶴見花子とブロッサム、ブロッサムアウトレットから三井アウトレットパーク、大阪鶴見に改称された。ただし、柿市場を含めた複合施設としての愛称である鶴見花子とブロッサムは変更されていないため、アウトレットの解消後も、 一部の看板や不動二号線上にある著名地点標識などは鶴見花子とブロッサムのままとなっている。森口市駅発無料シャトルバスは2018年11月30日で終了。ありがとうございます。